アイマン・ザワー・ヒリー、アイマン・ムハンマド・ラビー・ウア、イコール・ザワー・ヒリー、1951年6月19日体は、アルカアイダの作戦及び戦略責任者とされる人物。報道などでは、ザワヒリ容疑者と表記されることが多い。外務省は、アイマン・ムハンメド・ラビー、アルザワヒリ名で特定している。アラビア語、フランス語、英語を話すことができる。ウサーマ・ビン・ラービンの死後 後継者として、アルカアイダの司令官、アミールに就任したと見られている。1951年に、カイロ郊外のマーギの中流家族に生まれた。父は、薬学と科学の大学教授で一族で一家をなし、母は、政治的に有力な一族の出であった。また祖父は、アズハル大学の著名なイマームであった。ザワー・ヒリーは、成績優秀で、歯科を好み、争いを好まない。 穏やかな性格であった。ザワーヒリーの両親も経験ではあるが、狂信的なムスリムではなかった。サイード・クトブの思想的影響が広がる中で、おじの影響を受け、政治やイスラーム主義に関心が向かい、十四歳でムスリム同胞団に入団。翌年、クトブがエジプト政府に処刑されたためザワーヒリーらは、地下活動に移った。当時、ザワーヒリーは、クトブ主義を行動に、 とスローガンを着ている。カイロ大学医学部に進み心理学と薬学、そして外科医学を専攻し、1974年に卒業するとエジプト陸軍で3年間外科医を務め、その後、実家の傍らに開業した。1978年には修士号も取得、眼科医として卓越した技術を持つ。その年、カイロ大学で哲学を専攻していた女性と、 結婚した。二人は一難五条を設けた。その頃には、ザワー・ヒリーらの活動は、ジハード団に統合されていった。ザワー・ヒリーは、ジハード団でリクルートを担当、軍の将校を引き入れ武器を集めようと奔走した。1981年に、ジハード団によって、サーダーと大統領殺害事件が起こるとザワー・ヒリーは、逮捕折れた。この時、拷問を受けたとされる。 サーダーと大統領殺害の関係を立証されず、ザワーヒリーは違法武器所有罪で、禁錮3年の刑を受ける。出所後、恥で、サウジアラビアに向かい、ジッタに泊まり一1年間医師として勤めた。ついでパキスタンのペシャーワルに行き赤新月社で難民の治療に従事した。またジハード団の再建に動いた。ペシャーワルでは、アブドゥッタ・アッザームが組織する、 マクタブ・アルヒダマとに合流、ウサーマ・ビン・ラーディンに会ったのもこの時出る。マックが崩壊すると、マックのムジャーヒディーンは、ビン・ラーディンをリーダーとし、アルカアイダを創設した。ザワー・ヒリーは、スイス国籍と、オランダ国籍の二つの偽名と偽のパスポートを用いて、活動、この時期、アルカアイダの副官として密かに、イランに接近、イラン革命に習い、 エジプトで革命を起こすことを画索した。1990年代になると、イスラーム原理主義ネットワークを世界的に拡大しようと動き、1993年にはアフガニスタンの子供を助ける基金の募金活動と、称してアメリカに入り、カリフォルニア州に滞在した。1995年には、ジハード団として、ザワーアヒリーはイスラマバードの在パキスタンエジプト大使館。 爆破事件を主導した。1994年以降、ジハード団内部の構想が激化。ザワー・ヒリーはスーダンを離れ東、アジアや東南アジア回った。1996年にはチェチェンに入るが、ロシア国境を越えたところで逮捕され翌年、釈放された。ザワー・ヒリーらは、アルカイダの拠点があったアフガニスタンのジャラーラーバードに入り、両者は統合された。 1997年にはイスラム集団が起こしたルクソール事件にも関与した。この事件でザワーヒリーは1999年にエジプトの軍事法廷で被告人不在のまま死刑判決を受けた。1998年2月23日、ユダヤ十字軍に対する聖戦のための国際イスラム戦線の名前でビン・ラービン連盟でファトワーを宣告した。同年6月24日、 ビンラーディンと共にアルカアイラの会合を開催した。同年8月、ケニア・タンザニアでアメリカ大使館爆破事件を起こ、この頃から国際的な注目を集めるようになった。2000年に米韓コール襲撃事件を起こすと、ビンラーディンとザワー・ヒリーはアメリカの報復を逃れるためにアフガニスタンのカーブに移動した。2001年9月に、 アフガニスタンのホースト州で目撃されたのを最後に消息不明となり、以後の行方は現在に至るまで分かっていない。ザワーヒーリーの妻や子供は2001年のアフガニスタン紛争で米軍の爆撃で死亡した。ザワーヒーリーの死亡の可能性も示唆されていたが、それ以後も今日まで40以上のビデオ声明をインターネット上に出している。2001年10月、 アメリカ連邦捜査局はザワー・ヒリーを最重要テロリスト22名に指名、ビン・ラーディンに次ぐーの重要手配犯として2500万ドルの報奨金をザワー・ヒリーの首にかけている。一方で、ターリバーンは2001年11月にビン・ラディンとザワー・ヒリーにアフガニスンの市民権を公式に与えた。2008年11月19日にはウェブサイトに オバマ米次期大統領に対する声明を発表。オバマをハウスニグロ。この言葉は、米国の奴隷制時代に家庭内で家事を行う黒人奴隷を意味してを、うちの外で過酷な肉体労働を行う黒人奴隷からは、裏切り者を意味する言葉であると呼んだ。また、ハウスニグロという言葉を用いたマルコム X を称賛しながら、現代のハウスニグロとしてコリン・パウエル、 コンドリーザ・ライス元国務長官の名前も挙げ、マルコム X がハウスニグロについて語ったことが正しいことは、お前たちを見れば一目瞭然だと演説した。声明はアラビア語の音声に英語の字幕が付けられ、米軍をイラクから撤退させ、アフガニスタンに派遣するというオバマの政策について、失敗すべく運命づけられた政策と批判し、アフガニスタンの犬たちは、 米兵の肉の味を覚えた。さらに何千もの兵を送るがいい。と挑発し、オバマの宗教に関して、イスラム教徒の父を持ちながら、イスラム教の敵に回り、ユダヤ教の祈りを捧げながら、米国で指導者の地位を得るために、キリスト教徒を語っている。と非難している。プリンストン大学のメリッサ・ハリス・レースウェル教授は、アルカアイダが米国で起こっていることに、 多大な関心を払っている証拠。国外の人間が、米国のアフリカ系アメリカ人を、その社会でのみ通用する、見下した言葉で定義するとは、驚きだ。米国の誰かが、中東の政治指導者を、フィールドモスリムとアザケッリ、他の人種や民族、宗教の神聖さに疑問を呈するのに、等しいと語った。音声が、本当に、ザワアヒーリーのものか否かは、 未確認である。2011年5月2日、パキスタンでアルカアイダの司令官、アミールであるウサーマビン・ラーディンが、米海軍特殊部隊によって殺害された。アルカアイダの内部規則では司令官が死亡した場合は、その副官が後継の司令官になることが定められており、ザワー・ヒリーが司令官に任命される可能性が高いと見られていたが、2011年6月16日、 新たな指導者として選出された。司令官には忠誠の誓いをしなければならず、エジプト人であるザワーヒリーに対して、サウジやイエメン出身のアルカイダ幹部の反発も予想される。ビン・ラーディンがカリスマ性から多くのメンバーを集め、アルカイダの組織づくりを担ってきたのに対して、ザワーヒリーは知識人気取りと傲慢な態度で他のメンバーから疎まれてき。また、 他のメンバーの些細な信仰上の違いに執着し、エジプトでのジハードを優先しようとするなど、ビン・ラーディンと違って、アルカー・イダ内部で常に評価が分かれていたとされる。また、医師という職業柄か、冷国ではあっても残虐な行為はこのまず、ISIS を嫌をしているという。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。